青春豚野郎はパウダースノーの夢を見ない。お兄ちゃん、受験番号は確認した？1122。いい夫婦の日だから覚えてる。きっと僕と舞さんの明るい未来を暗示しているんだな。そんなこと言ってて落ちてたら、私かける言葉がなくなるんだけど。その時はそっとしておいてくれ。じゃあ合格発表のページ開くよ。お、いい夫婦、いい夫婦あるかな。あ、お、あったあったぞ楓。うん、あったね。夢じゃないよねこれ。ほっぺたつねってやろうか。それはいい。おめでとうお兄ちゃん。ああ、これでやっとやっと舞さんから合格のご褒美をもらえる。今のおめでとうやっぱり返して。勉強に次ぐ勉強、我慢に次ぐ我慢。とにかくこの1年ほんと大変だったんだよ。それは見てたからわかるけど、とにかく舞さんに報告したら。昨日から仕事で京都なんだよね。そうだな、1秒でも早く褒めてもらわないと。はい、桜島です。まあ、舞さん、僕です。どちら様ですか？あなたの作田です。はいはい、合格おめでとう。あれ、僕まだ何も言ってませんけど。もし不合格だったら私に電話かけてこられた？舞さんから連絡が来ても一度はイルスを使うつもりでした。のどかも合格したってちょっと前に連絡あったわよ。豊浜の話はどうでもいいんで、舞さん、約束通りご褒美をください。もう撮影始まるから手短に聞くけど。何ですか？卒業式も終わってるんだし、サクタ、明日と明後日は暇よね。今舞さんとお泊まりデートの予定が入りました。そう、じゃあ明日と明後日は予定空けておいてね。詳しくは今夜また連絡する。え、本当にいいの？ご褒美にスノーボードに連れて行ってあげるわよ。やっほー。おはようございます。あ、先輩やっと来た。やっとってなんだ、僕は時間通りだぞ。そうだけど。だいたいなんで古賀は会うなり膨れっ面なんだよ。だって昨日先輩の卒業式だったじゃん。それがどうした？すぐ帰ったでしょ。そりゃ卒業証書もらったら帰るだろ。普通アルバムに寄せ書きしたり記念撮影したりするじゃん。そうか？そうなの。そういや帰りの七里ヶ浜駅僕しかいなかったな。先輩がかわいそうで私泣きそう。言ってくれたら一緒に帰ってあげたのに。てか昨日僕に何か用事でもあったのか？先輩それ本気で言ってる？前に借りた30円なら返したよな。それは返してもらってないけど。じゃあ30円。そうじゃなくて利子か？卒業おめでとうって言いたかったの。ああ、そっちか。今言っていいぞ。もう卒業祝う気分じゃなくなった。それはそれでひどいな。だったら大学受かったからこっちを祝ってくれ。え、本当？受かったの？子が落ちると思ってただろう。そんなことないよ。受かればいいなって本当に思ってた。だから先輩合格おめでとう。よかった。本当よかったね。古賀には合格の方を祝ってもらって正解だったな。なんで？卒業は頑張ってないけど受験は頑張ったからな。僕なりに普通に嬉しいわ。お、先輩が素直で気持ち悪い。さて今日もバイトに励みますか。お客さん増えてきたから早く着替えてきてね。いらっしゃいませ。ベニーズへようこそ。
ご案内は僕がするから、古賀は3番テーブルのオーダーを頼むな。うん、わかった。いらっしゃいませ。って、双葉か。席空いてる？空いてるよ。こちらのお席でいかがですか？ありがとう。ちなみに、国見だったら今日いないぞ。知ってる。さっき受験の結果報告で学校行ってきた。国見体育館でバスケ部の壮行試合やってたよ。そういや合格発表、双葉も今日だったな。まあ聞くまでもないけど、どうだった？無事合格した。第一志望の国立。あずさ川もいい結果だったみたいだね。わかるか？やけに浮かれてるしね。桜島先輩に嬉しいご褒美でももらったんでしょ。明日と明後日お泊まりデートなんだ。そこまでは聞いてないし聞きたくもない。聞いてくれ。スノーボードに連れて行ってくれるらしい。それ大丈夫なの？堂々とゲレンデでデートなんかしてまたスキャンダルになるよ。舞さん曰くウェア着て帽子とゴーグルつければみんな同じに見えるから平気らしい。それもそっか。あずさ川スノーボードなんてやったことあるの？ないよ。舞さんに手取り足取り教えてもらうの今から楽しみだな。このハンバーグにライスとサラダのセットで。僕の幸せな気分を聞き流さないでくれるか？サラダはスモークサーモンでお願い。はいよ。しばらくお待ちください。何にしてもよかったね。ん？合格おめでとう。双葉もな。これでお互い春からは大学生か。そうなるね。国見も消防士に採用されたって言ってたし。春からの厳しい訓練を終えたらって私は聞いてるけど。だからその前に3人でお祝いしようって言ってたぞ。大学、就職、卒業と全部兼ねて。わかった。先輩、お会計よろしく。今行く。じゃあごゆっくり。はあ、いい風呂だった。電話だな。おい楓、まだびしょびしょだから出てくれ。わかってる。はい、あずさ川です。ああ、はい、ちょっと待ってください。お兄ちゃん着替えた？舞さんから電話。ああ、今行く。パンツ1枚で出てこないでよ。パンツって2枚も履くものじゃないだろう。パジャマを着てって意味？もう、はい、電話。私、今日はもう寝るから。なんだ、早いな。まだ10時にもなってないのに。いいでしょ。おやすみ。お、おやすみ。新しい健康法か？ああ、舞さん。お待たせしました。僕です。風邪ひくからちゃんとパジャマ着なさいよ。舞さんは今パジャマ？明日だけど朝6時にマンションの前に集合ね。僕ボードもウェアも持ってないけどいいの？準備してあるから大丈夫。一泊分の着替えだけ持ってきて。いや、舞さんからのご褒美楽しみだな。朝早いからバカなこと言ってないでさっさと寝なさい。早く明日になってほしいのでさっさと寝ます。